FM 愛知。FM 愛知アフタヌーンカラーズ、橋口優香がお届けしています。さあ皆さん、お待たせしました。今日のスペシャルゲスト、ビーバーのドラム、河辺徹さんに登場していただきましょう。もしもーし。もしもーし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、もう最近はね、ずっとお家で過ごす時間がすごくすごく増えたと思うんですけれども、そうですね、お家の中では河辺さん、はい、どんなことされてるんですか？家の中ではですね、うん、まあ、最近は文章をやっぱり書く時間が増えたかなと思いますね。3年ぐらい前に小説家としても活動するようになって、はい、まあ、それから、まあ、昨年のそのまあ緊急事態宣言とかがあって、まあ、本当に家から出られないみたいな時も、はい、うん、まあ、結構文章を書いていて、うん、まあ、ある種それにちょっと救われてるようなところがあって、うん、なんかやっぱりバンドはもう本当にできなくなって、ライブもほとんど、うん、そのというかもう全てが休止になったり延期になったりしてる中で、うん、なんかこう自分が生きる意味みたいなものは、うん、ちょっとある種小説に与えてもらったなみたいな感覚がありましたね。書くことでやっぱりストレス発散というか、こう気持ちをこうリフレッシュさせることもしっかりできてるっていう感じですかね。はい、まあそういうところも本当にあるなと思います。なんかこう自分が生きるみたいなものが、やっぱり昨年は特になんか考える時になりましたし、まあライブがやっぱできないというだけで、なんで僕は今まで頑張ってきたんだろうみたいな、そんな気持ちにはやっぱり、まあ気持ちが沈んでしまうところもあったので、まあすごく救われたなと思っています。そうですよね。去年はもう本当にいろんな人たち、もう浮き沈み激しかったですよね。やっぱ気持ちの。そうだと思います。うんうん、はい。で、私ですね、河辺さんのインスタグラム拝見しまして。ありがとうございます。素敵な写真がたくさんありますね。ありがとうございます。で、私も撮りたいなと思ってた星剣。星剣って。でも2級持ってらっしゃるんですね。はい、そうですね、検定、そうの星検定っていう星の知識を、なんかこう、試験になっている検定ですね。はい、それ、まあ、星が好きで、それでその資格を取ったりしたんですけども。なんか、星が好きな人の写真だなとか、空が好きな人の写真だなっていうのが、伝わってきました。すごい。なんか、河辺さん流で、こうやって撮ってるところにこだわってるとか、あります、うんうんうん、何か写真撮るとき。まあ、なんか技術的なことになるとちょっと難しいことになってくるんですけど、うん、はいはい、まあ、やっぱりこうカメラ持ってからやっぱりこうレンズとかを覗いて景色を見ることがやっぱり増えてしまうかなというふうに自分も思ってるので、うんうんうん、やっぱりこう自分の目で一度見て綺麗だなと感動することが一番やっぱり大事なんじゃないかなと思うので、まあそれがあった上でどんな写真を撮ろうかっていうふうに考えるのが、まあ、綺麗な写真を撮ることにつながってるんじゃないかなと思います。なるほど。まず自分で感じてっていうことですね。はい。はい。そんなですね、ウィーバー、2月17日にニューシングル、タペストリーを配信リリースされました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。さあ、タイトルを聞いた瞬間、まず思いつくのが、うん、ウィーバーのデビューアルバム。はい。タペストリーでしたよね。そうなんですよ。うんうん、同じ。響きですね。同じ響きなんですけども、はい、まあ、デビューアルバムの時は英語でタペストリーだったんですけども、はい、今回はカタカナでタペストリーということなんですが、うんうんうん、なんかこう、今回の新曲は結構思い出とか、記憶とか、はい、まあ、そういうことが結構主題というかテーマになって、うん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 、僕らにとっての、まあ、思い出や、まあ、大事な記憶っていうのは、うん、まあ、デビューアルバムのタペストリー、同じタイトルなんですけども、はい、まあ、それがやっぱり僕らにはいつまで経っても大事なもので、うんうん、でもそこからある種こう抜け出して、まあ、次に行かなきゃいけないというような思いもやっぱりあるので、うんうんうん、なんかそういういろんな感情をこう込めて、今回タペストリーというタイトルをまあ新曲に持ってきました。うんうん、なるほど。一応基盤の中にあるけれども、うん、そこから一歩踏み出すという意味でということですかね。はい。で、今回のタペストリーは忘れられない人を歌った歌ですよね。うん、そうですね。歌詞ってどういうふうに生まれたんですか？歌詞はですね、うん、まあ、僕らはいつもウィーバーは、うん、曲が先にできて、うん、まあ、そこに歌詞を載せていくんですけども、うん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 、まあ、今回もそうで、僕がその曲を先にこう聞いて、うん、まあ、その中からどんな言葉を載せようかっていうふうに考えていったんですが、うんうん、はい、なんかこう何度も曲を聴いてるうちに、うん、まあ、メロディーにもともと言葉っていうのはないんですけども、はい、でも何度も聴いてるうちに元からそこに言葉があったような
気がする言葉みたいなのが、うんまあ、自分の中に出てきてというか、まあ、それを見つけることができて、うんまあ、今回の場合は、まあ、旅でタペストリーという言葉が出てくるんですけども、はいまあ、そこになんかそれを入れることで、うん、この曲全体がこんなストーリーになるんじゃないかなっていうふうにわーっと浮かんできたので、はい、それをもとに歌詞を書いていきました。あ、じゃあもうその時に浮かんだものをこう言葉にされてる感じですかね。はい、そうですね。もう聞いてて優しく芯のある歌声となんかメロディーがなんか心を支えてくれているようなというか、うん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 、切ないのに力強さもすごく感じるんですよ。なのでありがとうございます。こうどんな状況で生まれてどんなマジックがかかってるのかなと思ったんですけれどまあ今回は特にまあ生のウィーバーの音、それはピアノとベースとドラム、うんうんまあ、今回はあとストリングス弦、あのバイオリンなんかも入ってるんですが、はいはいまあ、そういう生の音に結構こだわって録音をした楽曲なので、うんうんまあ、そういうところから生まれてくる、まあ、温かみだったりとか、うんうんうんまあ、力強さみたいなものが、まあ、サウンドになっているので、そういうところからもしかしたら感じていただいたのかもしれないですね。そうですね、音がなんかピアノだったりとかそれぞれの音もしっかり際立ちながら歌声も響くというなんか不思議な感覚に陥りました。ありがとうございます。素敵でした。そして配信シングルのジャケットの方にも注目していきたいんですけれども、うんはい、今回も川辺さんが手掛けていらっしゃってツイッターで見つけたんですけども、はい、今回はイメージが歌詞を書くときに部屋の中のイメージだったからこのジャケットにしましたっていうのをちょっと見つけたんですけれど、うんはい、どういったところにこだわって撮影されたんですか。はい、前作のキャリーオンから僕自身が、はい、メンバーがその写真を撮ってジャケットにするっていう、うん、なかなかないことだと思うんですけど、はい、僕がそれをエマスタッフと話して、うん、僕が作ってみるっていう風になって写真を、うんまあ、撮って形にしていったんですが、うん、そのウィーバーっていうのが、まあ、3人でずっと活動してきたので、はい、そのウィーバー自身を三輪車という風に、置いてみて、はい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 、まあ、三輪車を3つの写真、うん、車輪で、まあ、力を合わせて進んでいくので、うんまあ、今回ウィーバーを三輪車として真ん中に置いて写真を撮るっていうのを前作でやって、まあ、それがなんかスタッフの間でもまあすごく評判が良かったので、うんうんうんまあ、今作もそれと同じように三輪車を使って写真を撮るということで、うんはい、あの先言っていただいたように楽曲のイメージが部屋の中だったので、うんうんうん、部屋の中に切ない雰囲気で、三輪車を置いて写真を撮ろうというふうに思って、うんまあ、いろいろ構図とか考えて写真を撮ってみたので、うん、ちょっとね今ラジオでは、うん、あの見せることができないんですけど、うん、ぜひあの聞いてる方よかったら検索して、うん、あの僕の写真ジャケット写真を見てもらえたらなと思います、うんうん、なんかあのジャケットを見ながら曲を聞くとなんかまた違うほろっとした感覚になるんですよ。ああ、よかったです。なのでいろんな見方ができるなと思いながら見ていたんですけど、はい、こうメンバーの方からの反応ってどんな感じでしたか。あ、でもいい感じだねっていうふうにやっぱり最初は、うんまあ、僕がそのもともとプロではない写真家が、うんまあ、そういうふうに写真を撮ることということで、うんまあ、どんなになるんだろうっていうふうに多分思ってたと思うんですけども、はいまあ、出来上がったものを見せたらいいねっていうふうになったので、うん、僕もある種ほっとしてよかったと思ってます。あ、そっか、やっぱ一人一人がこう車輪に見立てて3人で一緒に進んでいくよってことで三輪車が入ってたんですね。はい、そうです。あ、素敵ですね。ありがとうございます。まあね、うん、そしてウィーバーのこれからのご予定なんですけどもライブも決定してますよね。はい、そうですね、はい、4月10日なんですけども、うん、こちら大阪、うん、それから4月18日に東京でライブがあるんですが、うんうん、あの本当にすいません、あの愛知じゃなくて東京あ、そうなんですけども、うん、ライブハウスで僕ら本当に久しぶりにライブをするということで、うんまあ、今回すごく気合が入っているんですが、うん、もちろんあのお客さんにあの安全に、うん、あの安心して来てもらえるようにいろいろ気を使って、うん、あの開催しようと思っているんですが、もう久しぶりにあの生の音をみんなに体感してもらえるということで、僕らもめちゃくちゃ気合が入ってますので、はい、あの来てくださる方は本当に楽しみにしていただいたらいいなと思います。うん、はい、まあ、先ほどね大阪と東京ってことだったんですけどね、配信も予定されてますので、はい、名古屋の方でも見られるんでね、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいなと思います。はい、もうね、まだまだお話伺いたいんですけども時間がね、はい、来ちゃいました。はい、今日のスペシャルゲスト、ウィーバーのドラム川辺徹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に曲紹介お願いします。はい、ウィーバーの新曲聴いてください。タペストリー。